はい、ローだけレッドラインを挟んで西側にいて、はい、でローだけ D を隠しなどしているっていうのが、はいはい、モノ続きのその名前っていう情報があったんで、まあ、それを踏まえて何か考えられることあるかなっていうのを考えてたのと、あとはその鉄巨人の動力って結局本当にニカのドンドットっていう振動なのかどうなのか問題とか、ちょっとマジな話言うと、このボニーがまずやっぱりニカになれたと、はい、ってことはニカボニーの役割なんだっていうことを考えると、やっぱ俺サタン星じゃないかなと思うんですよね。やっぱサタン星とボニーのやっぱ因縁っていうものがありますよね、はい、なんだったらもうニカになってるぐらいだから、はい、ワンチャンサタン星に対してなんか倒すレベルまで行って、はい、なんかこの五老星の対処法みたいのが分かってもいいような気はするんですよね。あ、なるほどなるほどなるほど、まあ、サタン星をこの場で倒す倒さないとかじゃなくて、まあ、何らかの突破口をこのボニーがっていうことか。そうですよね、はいはい、今全く分かってないですからね、どうやってダメージ与えるかすら分かってないんで、そうなんですよね、全く分からずにこのまま終わるのかっていう。そうか、そこに何らかのヒントがこのボニーを介して描かれる可能性っていうことか。この後この後のエッグヘッドでのボニーの話もそうなんですけど、このボニーっていうキャラクター、この後小田先生どこに配置するんだろうとかもちょっと思ったりするんだよな。それこそ麦わらの一味の船に乗ってエルバクに行って、なんかローみたいな感じで同行していく感じになるのか、うん、なんかちょっと俺の中では一番綺麗なのは革命軍に入ることだと思うんですよね、ジニーの代わりに。はいはいはい。でもそうなるとクマが生きてたら、クマがなんかそんな危険なところにボニーをなんか持ってくるわけないとも思ったりするんで、そうなるとなんか俺の中ではクマ死んでくれねえと気持ちよさがない感じもするんですけどね。ちょっとそうなると、そうするとボニーがかわいそうだなって思う、もうジレンマがあるんですけど、こっから先多分巨人族の話になるじゃないですか、はい、その時にボニーが必要になるのかなっていう気はしましたけどね。なるほど。巨人族にとってミカってすごい大切な存在じゃないですか。めっちゃ大切な存在ですよね。その時にルフィっていうか、まあここでまあボニーが新しく現れたことによって、なんかこの巨人族に対して救いがあんのかなとは思ったりとか、あと一応この巨人族の船にクマが乗ってると、クマが乗ってるんだよなと思うんですよね。モッチー先生、今このサテライト最終的に誰生き残ると思います？今、いやもう俺これ今回の1118話でヨーク以外全員死ぬと思いますね。ヨーク以外死ぬ、はい、今のところそうです。確かにヨークだけ生き残る。ヨークの成長は我々にも利があるが、それ以外の天才は必要ないっていうのが五老星の発言なんで、だからヨークは誰からも狙われる筋合いが今のところないと思うんですよね。誰かが殺す感じが今のところしてないんで、ヨークは生き残るか、あとリリスとアトラスを五老星の攻撃から守れるかみたいな戦いだと思うんで、なんか逃がすためにサテライトはヨーク以外死ぬのがあれなのかなっていう。でもまあどの道この人数カウントしちゃってるんで、はい、今パンクレコーズにアクセスしてるのは2人って、はい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 、数字カウントしちゃってるんで、はい、わざわざ数字を意識させてるんで読者に、はい、ってことは誰かが生き残るってことでもあると思うんですよね。あ、サテライトが逆にそうか、1人だけ。野田さんの中では何かあります、誰が生き残るかっていうの。まあ、一応巨人族の船に今アトラスが乗った、リリスのこの着水できそうな時は何とか助けてねっていう時に、一応サンジがナミサ、ロビンちゃん、リリスちゃんだけは助けるって言ってる、はいはい、言ってますね、その約束破るかなとか。ああなるほど、五老星はリリスアトラス殺すって言ってるけど、サンジは守るって言ってるから、そのどっちの言葉を信じるか、どっちの言葉を小田先生が尊重するかみたいな話になるもんな、ちょっと。そうですね、いちいちここに名前の中にリリスを入れてるし、サンジが。だとしたら生き残るのはリリスってことになるのかな、になっちゃいそうだけど、どうなんだろうな。いやでも それはちょっと綺麗でもあるのかな、最初に出てきたのもリリスだしな、ベガパンクな。そうですね、一応アトラスはちょっと巨人族と、まあ、元ネタがちょっと関わりはあるはあるんですけども、はいはい、アトラス自身が、ただアトラスってギリシャ神話の神様なんですよね、うん、今日あのそうですよね、だからちょっとここの、うん、北欧神話との違いはちょっとあるんですよね、はいはいはい、そう考えるとやっぱリリスが生き残るのかなって言わしちゃうんですよね。でパンクレコーズもヨークもおそらくは無事ってことになるんですかね、そうなると。だから、天才が2人生き残って
て、一人は麦わらの一味が持ってる、一人は世界政府が持ってるみたいな構図になるってことなのかな。そうなる。いやでもやっぱ漫画的にやっぱヨークは死ぬんじゃないですか。さすがに死にますかね。あだってヨークが報いを受けないわけないっすよね。さすがに単純にな、裏切り者。うーん、ヨークはさすがにこのやられ伏線立ちすぎてますよね。これ誰に消されるんすかね。その関連の知識のやつとしてヨークっているんじゃないですかね。もういらない。逆にいたらもう世界政府にマザーフレガムが渡ってしまうことになっちゃうんで、死ぬほどもう何発でも撃たれる状況が。逆に世界政府にそれが渡ってしまった時点でワンピースの世界終わっちゃうと思うんですよね。だからまあ逆に言うとその知識があるのが唯一ルフィの傘下にいないと守りきれなくなっちゃうんですよね。政府はここではヨークは失ってしまって、マザーフレームも失ってしまって、一旦撃てない状態にはなるのかな。てかまあヨークの成長は我々にも利があるとか、ちょっとでヨークは天竜人になりたいっつって、はい、なんか全部がまっすぐ叶うわけないなって思っちゃうんですけども、はいはいはい、普通に漫画的に見て、まあヨークはちょっと死ぬ伏線立ちすぎちゃってる。だからこの巨人族の船がどうなるかっすよね。もう乗ってるんで、今サンジも乗ってるんで一応この巨人族の、難しいですよ。やっぱクマはボニーを守るために最後を迎えるとは思うんですけども、いやでもそうなるとなんか今の野田さんのお話を全て踏まえると、アトラスも死ぬかもしれない、クマもボニーを守って死ぬかもしれない、でそいつらが同じ巨人の船に乗ってるとかって考えると、そうはいはい、これが襲撃されて、そうなんですよ、何人も死んじゃう可能性があるってことだな、そうなるとって思っちゃうんすよね。えドリーとブロギーとかもいるよな、ここに。だから最後のめちゃめちゃこの巨人族の船ってなんかピンチになって、はい、最終的にやっぱもう少し削られるんじゃないかと思ったんですか。展開的にそうだな。そう考えると死亡フラグ立ってるやつがこの船に乗ってんだな。乗ってますよね。いやーちょっとわかんないな今回。分かんないですね。やっぱでもこのその名前ってやっぱ言ってるの、はい、ちょっとコメントでも来てますけど、ちょっとワーテル感強いですよね。あーローだけ、まあ、レッドライン挟んで西側の D なんですよ、ね、はい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 、よくお話されてましたね。そうなんですよね。レッドライン挟んで前半側にみんないるのに、ローだけが後半側にいるというか。そうなんですよ、はいはいはい、ローだけレッドラインを挟んで西側にいて、はい、でローだけ D を隠しなとしているっていうのが、はいはいはい、みんな隠してねえのにローだけ隠してるっていう違和感、もしかしたら東と西の戦争があって、はい、そんな中で実はローの一族だけ、はい、まあ、西の存在で、まあ、D を隠さざるを得なかったみたいなのが、はい、あったのかなみたいなぐらいは思ってたんですけども、はい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 、ここでやっぱローのことを話してるとしたら激アツだよな。熱いな。熱いことしますね。ここがローだったら熱いな。よく考えたらその D の名を持つ者の中にでドラゴン、コビー、黒ひげ、ベポだったっすからね、あそこ。あそこもなんであの4人なのかでローが入ってきてんだよな、あそこにな。はいはいはい。あそこもなんか熱くなるしな、ちょっと。いや、あと神木さんが言った通り、ちょっと鉄巨人の口調が、なんだこれ、ね、子供ですか、もしかしてこれ。あー、なるほど。なんかたまにあるじゃないですか、あの子供とかなんかの脳みそを機械に。はい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 。というか、鉄の巨人もなんわかんねえな、よく。ちょっと、一回わかんないです、すいません。今回ちょっと分かりません。いや分かんない。これは一旦この回スルーしたいな。むずい今回、めちゃめちゃむずいですよと。いや でも確かにあの今まではこういう謎っていうのは明らかな謎が明かされた回だったんですけど、今回はなんかこう中継ぎの回と回の間のなんか戦況の確認みたいな感じもあったんで。そうですね。なんかここを深掘りしても野暮っていうか、はい、これで考察はなかなか難しいんですけど。難しいですよね。はい、単純にボニーが2課になったのが気持ちいいっていう、はい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 、熱かった回だと思うし、まあ2課になったがってことは何か仕返しをすると思うんですよね、はいはいはい、ボニーがこれまでクマに対して反撃ののろしが上がったという回だと思うんで、ということで、まあ、今回は来週は気持ちいいんじゃねえのっていう気がしますよね。来週は気持ちいいということで今回は、スルー、スルー、スルー